こんにちは、角川スキー総研の遠藤です。今日作るのはこれです。1972年に発売された世界最初の家庭用ゲーム機、マグナボックスオデッセイです。今日はですね、これの現物も持ってきているんですけれども、何年か前にですね、最初のゲーム機ってどんなのだろうと思って僕も入手して遊んでみたんですけれども、カードやチップなんかも一緒についてきて、いろんなゲームが遊べる家庭用のボードゲームセットみたいな感じになっているんですよね。今日はこれを作っていきます。テレビゲームの最初の製品は1971年にナッチングアソシエーツという会社が発売したコンピュータースペースと言われています。これはいわゆるアーケードゲームの筐体でした。この経験をもとにアタリという会社が作られ、ポンが世界的なヒットとなり、ゲーム産業が誕生します。それと同じ1972年に今日作る家庭用ゲーム機のオデッセイが、ラジオやテレビなんかを作っていた電気機器メーカーのマグナボックス社から発売されているんですね。アーケード機と家庭用のゲーム機はほぼ同時に誕生していたわけです。これを作ったラルフ・ベアという人物は本当に天才と言っていい人だと思うんですけれども、オデッセイの開発時は軍事用電子機器メーカーのサンダース・アソシエーツに勤めていた。マグナボックスがその特許を買い取ってオデッセイを発売したようです。ブラウンボックスというこれの試作機も公開されていますが、当時はまだ CPU は搭載されておらず電子回路を組んでいた。まだ CPU がない時代ですから、ロムカートリッジというわけではないんですが、カートリッジを本体に差し込むことでそれでいろんなゲームが遊べる仕組みになっていた。ということでできました。ラルフ・ベアは1978年にサイモンというおもちゃも発売しています。丸い本体に赤、青、黄色、緑のボタンがついていて、最初は1つのランプがついてブッとなる、それを人が真似る、次は2つビブッとなる、次は3つと、人間がどこまで覚えてついていけるかというゲーム、遊びの電子化に関してセンスも素晴らしいと思います。1972年といえば、最初のマイクロプロセッサーであるインテル4004が出た、それと同じような時期なんですよね。こういう時代に、2つのコントローラーがついた、今のゲーム機のフォーマットのものが発売されていたというのはすごいと思います。来週も作ります。見てください。